はいどうも皆さんこんにちは、ラオ先生です。さあ今回はコラボ企画となっております。勉強はエンタメでおなじみヤクリ先生です。勉強のエンタメ動画を上げてるヤクリです。お願いします。お願いします。さあそれでは早速コラボ企画やっていきましょう。今回の企画は何ですか、トミさん。今回の企画、先生たち何考えてるの、先生たちの脳内ということで、今回はですね、脳内ネタをたくさん上げてるヤクリさんにちなんでですね、先生たちの脳内を覗いていこうという企画になっております。今回はですね、普段先生たちに質問した時とか宿題忘れたことを報告するときに、本当は先生ってどう思ってんのってこれみんな思ったことあると思うんですよ。あ、お二人もね、経験あると思います、はいはいはい、今回はそれを解き明かそうという企画でございます、はい、じゃあ先生の本音が見れるってことですね。ちなみに先生のご経験ってありますか。まあ、しばらく個別指導塾で大学生の時からバイトしてて、普通の塾、集団塾でも1年ぐらい、で今はオンラインの家庭教師っていう感じで、じゃあもう実際に先生の本音と手前みたいなの分かりますね。そうですね、僕も対面でやってるのでどんどん解き明かしていければなと思います。はい、今回聞いていく質問の内容3つ用意しました。1つ目、授業中の先生の脳内。2つ目、生徒が宿題サボった時の先生の脳内。3つ目、テストの点数が悪かった時の先生の脳内。この3つの先生の脳内を書いていただこうと思います。今回ですね、答え方がちょっと特殊です。1つのお題に対して本音かっこ脳内と建前かっこ表面上2つを答えていただきなるほどね。あ、実際に声かけする時のセリフと実際に頭の中の本音を両方書けってことですね。そういうことです。回答はフリップに書いてますね。ちょっと怖いですね。僕はいいですけど、ラオ先生の仕事に影響が出ないからね。まあこれは自分の経験談に問わず、周りの先生こんなこと言ってたよとか、まあ、多分あの時あの先生こう考えてたしよみたいな経験も踏まえながら書いてもらえたらなと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。それでは1つ目、授業中の先生の脳内を書いてください。これどんな授業でも自分たちが授業をしてる時の脳内。逆に生徒側もしっかり思うということありますからね。はいとか言いながら知らねえよとかあるあるですね。生徒の分かった時のはいと分かんない時のはいがもう大体分かる。先生絶対一回思ったことがある内容を書きました。それでは一斉にフリップをオープン、ドンドン。ラオティーちゃん、建前よく聞いてよく吸収しろよ。本音、やべえここ突っ込まれたらやばい。ヤクリさん、建前寝るな。本音、眠いよね。じゃあラオティーから。はい、まあ塾の先生とか学校の先生とか、まあその授業が始まる前ってやっぱ下準備をするわけですよ。一つのことを教えようと思った時に、あ、この豆知識とかこの豆知識とか、あ、これテスト出やすいからやっとこうとかってこう自分でいろいろ事前情報を付け加えておくんですよね。で授業を始めますと、先生の言葉は一言一句よく聞いとけよって、まあやっぱよく言いますけど、まあ、実際にその下調べが甘い時ってたまにあるんです。僕はないですけど苦手分野が出てきた問題だなとか、その中でやっぱ得意不得意領域ってあるので、だから僕とか特に理系を教えてるんですけど、たまにこう文系の先生お休みで文系を教えることあるんですよ。その時ここでこの質問来たらやばいぞみたいな来るな来るな来るな、先生いいですか、あーみたいなのがたまにやっぱりあったりするんで、そういう時は先生と一緒に調べようかなってなんとかこうね一緒にこう頑張ってるみたいなところもありますけど、授業中ではこういうことを思ってることもいいかなと思いますね。じゃあヤクリさんどうですか。まあシンプルに寝るな建前は思ってるんですけど、本音眠いでしょっていう。例えば夜じゃないですか、大体授業って、授業って、で学校の勉強して部活とかもして夜に帰ってきて、生物はもう寝る時間なんだよ日が沈んだらもうそれは眠いよねってなるんですけど、まあ寝ちゃいけないので、うん、まあ僕がよくやってるのはちょっと一回伸びしよっか、一回水飲んだりしたらみたいな、まああとラオ先生も言ってましたけど、換気とかやっぱ大事ですよ。ああ授業中で寝てる時にこうなっちゃう生徒ってしょうがないよねって思いません？いや思います、思いますよね。がっつりこういう生徒はおいとか思いますけど、カクカクってなっちゃったら、あ頑張ってんな、抵抗がね、そうそうそう、抵抗が見られるんで。っていうことは、じゃあヤクリさんの前で寝ても絶対怒られないってことですね。いやいや、激おこなんで。そんなこと言えない先生眠いよねって思ってるんでしょそれでは2つ目、生徒が宿題サボった時の先生の脳内。これは分かりやすいですね、非常に。これはね、眠いよねとか通用しないですから、忘れた事実だけが残りますからまあ炎上してもラオ先生のチャンネルなんでなんでちゃんとお裾分けしますから、キノコをちゃんと飛ばしますそれではフリップ一斉にオープン、ドン。ラオティ、建前どうしてできなかった、本音だろうな、どうした、ヤクリさん次はないぞ、本音宿題いらんくね、あそういうタイプなんですねこれは議論が分かれる。はい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 、ラオティからいきましょう。実際にこういう言い方しないんですけど、宿題忘れてきた時になんで宿題ができなかったのか、どうすれば宿題ができるようになるのか、宿題の量をそれぞれ割り振るとか、まあそれ反省と計画っていうところを僕はゴリゴリに詰めるので、一言でまとめるとこういう感じですけど、まあ、宿題ができなかったならには来週以降しっかりとできるようにゴリゴリに計画させるっていうのが、まあ、建前です。その中でまあ隠れた本音みたいなのはちょっとこう2つに分かれまして、今まで塾の先生としてやっていく中で圧倒的にもうやらないっ
ていうこと、普段やってきてやってきて1年に1回一大イベントで忘れちゃったみたいな子がいるんですよ。だからまあそれでもう全然やっぱ本音が違いますね。これはどっちも言わないですけど、宿題2週間2回忘れるよねみたいな子に対して、まあ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 だろうな、普段宿題やってくる生徒に関しては本当に何かエラーがあったんだろうなっていう風にして思うので、なおさらこう建前により近くなる感じだと思います。なんでできなかったんだろう、じゃあ来週以降できるためにはどうすればいいのか、宿題が多かったのか少なかったのかとかいう調整を本気でやります。だからこれはあんまり建前とか本音とかはあんまないかもしれない。じゃあヤクリさん、建前の方は次はないぞ、人間なんでミスはすると、忘れることもあると、だけど次はないよという、僕の場合生徒に言わせる、つまり先生がこれやってこいだとどうしても受け身になっちゃうんで、やりたくないなっていう気持ちが出てしますけど、じゃあどこまでできますかっていう風に聞いたりして生徒に決めさせたら、もうその生徒に責任がくるんで、まあそういう風にやってる感じです。集団授業とかだとまあ難しいですけどね。本音の方はちょっとラオ先生と全然先生みたいな僕自身ですね、学生時代めちゃくちゃな宿題サボりまでとにかくやりたくない、宿題なんてなんでいるんだっていう感じのタイプで、宿題やってこなかった生徒の気持ちが分かるというか、もはやなぜ強制されたものを逆にやってきてるのこの子たちが、いや神さんと同じタイプですねなるほど。でも教える中で宿題は必要ないなってやっぱり思いますか？基本的にはそうですね。この問題やっといてほしいみたいな。でもやっぱりあるのは解説は授業とかね、問題数こなして定着させるとか、やっぱり自分である程度やってもらわなくちゃいけないところはあるので、まあそこは次はないぞとっていう感じですかね。でもそれって宿題いらんくねって気持ちはわかるんですけど、塾の先生の立場からすると、まあ、塾来てるし新しいこと習ったらできるようにしてあげるっていうのは使命なんじゃないのかなとか思うんですけど、正しい100% 正しい。あ、宿題できないお前ダメなんだみたいな感じを受けちゃうと、なんか余計にやりたくなくなっちゃったり反抗しちゃったりみたいなことあるんで、あ、まあ宿題できない時もあるよねみたいな、ちょっと受け入れる気持ちもあると向こうとしては理解してもらって気になってちょっとだけ進めるみたいなこともあるのかなという言い訳をさせて正しいそれでは3つ目、テストの点数が悪かった時の先生の脳。はい、これが一番答えづらいやつ。これはあれですか、優秀な人がとかなんか、あー絞りますか、どっちか。いつも70点ぐらいの子がまた70点を取った時ぐらい、あーなるほどね、あー伸びる伸びるって思ってて伸びなかったのなんか、確かに、あーそれですか、あー難しいな、これ多分普段分けてないな、それ素晴らしいことじゃないですか、裏表のない先生ということで、それがいいか悪いか置いてて、それでは行きましょう。今チラッと見えたんですけど逆かも、逆またそれでは一斉にフリップをオープン、ドン、ナオティ、建前仕方ない、次本音なんでやねん、ヤクリさん建前反復しよう、本音切り替え、あーなるほど、そう切り替えがなんか逆だなっていう、本音と建前がね、そうじゃあナオティから、まあ建前に関してはまあ仕方ないよね、テキストに関してはまだ次がありますし、まあ今回で終わりじゃないので次回どうしたらいいのか、次回はもう伸びないなんてことは許されないよねみたいなお話をして、次どうするのか、次どうするのか、今回の反省は何なのかっていうところも徹底的に考えていこうっていう意味での、まあ仕方ない次々うまく切り替えをした方がいいよねっていうお話。まあ本音なんでやねんっていうのはですねこれはまあ多分自分の経験談になるんですけど、定期テストって伸びるもん伸びないもんじゃないと僕は割と思ってる節があるんですよ。これどういうことかというと、定期テストこう70点とか60点とか取ってくる可能性としてはあるとは思うんですけど、なんか定期テストなんかこうやれば取れるかなってこうちょっと心の中で思ってる部分もあり、なんで70なのみたいなところもやっぱこう自分の中ではやっぱあったりするんですよ。なのでもちろん頑張ってるのは分かりますし、努力してるんだろうなってもすごく分かります。ただじゃあ本人が本当に70点取ってきた時に、例えば悔しいって気持ちを次に生かそうと確か前回もやってたよ、なんでそれを今回やらなかったのみたいなのは、まあ、結構あったりします。特にこうやりますやります次頑張りますで次も全く同じ点数だとだよなみたいな、次はないぞということ。あ、まあそうですね、まさにまさにそんな感じです。じゃあヤクリさん、はい、建前反復しようということで、僕の経験則になっちゃうんですけど、だいたい正しい知識を教えたりしてなのに点数伸びてないって、勉強はしたけど覚えてないんです。テストであるあるだと思うんですけど、あ、なんか見たことあるけどなんだっけ、多分そのパターンだなって思うんで、そうすると結局反復して初めて記憶に定着するんで回数が足んなかったんだろうな、はい、っていうふうにまあ予想する具体的なアドバイスっていう意味で反復しよう、はい、僕のイメージ建前は上がんなかったからこういう風にしなくちゃいけないよねっていう改善の方、あ、実際に生徒に言う方、そうですね、で本音の方は、うん、まあしゃあないから切り替えよう、あー、うん、これも難しくて、まあ生徒によると思って切り替えて次頑張ろうって言うべき
子なのか、逆に言っちゃうと甘えちゃう子なのかっていうのがちょっと難しいですけど、まあ、心の中ではねしょうがないから次行こうぜっていうマインドで、全員にこれを言ってるし思ってるわけじゃないってことですよね。これ大前提。そうですね、そうですね。これはあくまで一例だと、はい、ということで、二人ともちょっと辛口目で書いてもらってます。僕は結構割と普段頑張ってるというか、目指してるところ高い子にはこういう風に言ってるでって。ゆくりさんは結構どの視点、今書いたのは中ぐらいで、真面目だけどそんなに意欲も微妙かなみたいな、中の中ぐらい、うん、なるほど、ね、でもなんかこの動画を撮って思ったんですけど、あんまり建前と本音ってないなって思いませんでした？あー、僕はありますけどね。怖い。いや、僕はネガだからやらない人間なんで、そこを出しちゃうとね。ラオ先生はだから逆にしっかりしてるからこそなのかもしれない。先生の性格ごとによっても全然違うのかもしれないですね。まあ僕も思いますね。やんなくてもなんとかなるよ。結論はそうですよ。というわけで、今回先生たちは何を考えてるのかというふうなお題で、考えていきました。今回はありがとうございました。今回ですね、ヤクリさんの方の動画でもコラボさせていただいています。そちらは概要欄の方に書いてあるので、ぜひ興味がある人は見ていってくれると嬉しいなというふうにして思います。というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。それではバーイ。